この庭園は枯れ山水様式で名称は両竜庭と言います。平成4年に日本庭園研究会の安藤建年史が策定したものです。門に掲げてある扁額は安藤建年史の作です。アプローチは直線的な真の目地と自然な曲線目地が混ざった行の形式です。庭園は三馬石の緑泥片岩と鮫川石が使われています。飛び石の先は靴脱ぎ石です。筑梅の手水鉢は四方仏手水鉢で南に釈迦如来の爆東に弥勒菩薩の米北に釈迦如来の爆西に阿弥陀如来の切り以降それぞれの仏の主事である梵字を刻んであります。筑梅の前には前石を配しその上に留め石が置かれています。前石の右側にある石は硫黄系石で左側の石は鉄色石です。筑梅の後ろには織部灯籠が置かれております。高麗新撰思想による鶴島で鶴は長寿を表しております。亀島です。亀は頭の部分を祈祷石、足の部分を木、客石、甲羅の部分を木鉱石、尾の部分を吉備石と言います。それぞれの石を組み合わせて亀の姿を表しております。池の中に小さな石を敷き詰めた枯れ池です。枯れ池は竜の胴体の部分を表しております。竜の前足を表しております。手前にある石は竜の後ろ足を表しております。竜が飛び立った後にできる渦を表しております。枯れ池の始まりの石です。枯れ池の終わりの石です。島を表した岩頭です。仙人が住むと言われています洞窟岩組です。雪見灯籠です。荷物を港見下ろし港を後にした宝船を表しております。船体の部分が高くなっています。荷物を積むと船体の部分は低くなります。
来拝石です。来拝石の先は沢渡石です。沢渡石を渡ると三尊石です。三尊石は中央の中尊石とその両脇の脇地石で岩組みされています。三隈り岩です。滝から流れてくる水をこの岩が左右に水を分けます。岩の尖した部分を滝川に据えることにより水流の勢いを表しています。滝岩組です。五路大市の中央にあるの割魚石です。蓬莱新鮮思想に基づく中国の黄河にある龍門箱を模した離魚石です。鯉ヶ滝を登り切る途流になります。離魚石は鯉を表しております。正面の大きな岩は水落石です。右端にある尖った石は滝添石です。水落石の下にある五路大石は滝から落ちた水が泡になる姿を表現したものです。相当です。刀身の部分には四方仏が刻まれています。西の阿弥陀如来の主事であります。キリークです。北の釈迦如来の主事であります縛です。東の薬師如来の主事である類です。南の弥勒菩薩の主事である湯です。山と池の境には護岸岩組が施されております。南北朝時代から現れた枯山水は禅宗寺院で発達しました。特徴として水と植栽を使わず石のみで山水を表現します。